こんにちは。どもどもどもー。今日は盛岡の都南の方さ来てました。津志田のあたりですね。津志田にね、文明回転寿司があるから、盛岡では大人気のね、回転寿司です。お魚屋さんがね、直営でやってる回転寿司です。ここを右様があって、間もなく行けばね、右の方さ見えてきやんすが、誠二郎さんって、値段子もなんぼがいいどもね、とにかく値段が抜群だが、よし、今日は一人っ子できた、へへ、よし、大食いするぞ、二人分くっつまえ。さあ到着ですよ。それでは、アイロガンお寿司、イエーイ。はーい、いらっしゃいました。ほら、何食うかな、テンション上がるな、ご褒美ずす。あ、このご褒美、まずはこれ、あだな、マグロっぽく食いてえな、やっぱりマグロだべ。あ、どこさいだ、はあ、はあは、どうせならね、本マグロいっちゃいますか。いや、鬼テンション、ざんまいずのもいいな。はい、と本マグロ、大トロちゃん、中トロちゃん、いやいやいや、いっちゃいましたよ。はい、と、ご褒美ちゃん、何のご褒美だか、ほうでいがねえどもね、とらとらとら。まずはね、こりゃうすすで言えば、まず卵を食うの、どこさ行っても、はいはい、うまござんす。あら、まずはね、本マグロの大トロちゃんでも行ってみっかな。2貫で880円だと。ほらな、これでいただきます。おー、うまそう。おっ、あーいや、まいったな、こら。いや、正月度盆が一気に来たようだ。今度は中トロちゃん、中トロぐらいがね、本当はちょうどいいんだべえどもね、どれどれ、いや、いいやんべえだね。はい、いただきます。あ、はいはいはい、エビちゃんね、はい、ありがとうございます。エビ三昧頼みました。ほら、次はご褒美でも行ってみるかな。なんだこれ、漬けマグロだな。うまそうだ、漬けも。これ、はいはいはい、これはなんだ、あんまりわかんねえ、どれ、いただいてみましょう。なんだかホーディガニ、はい、これあれだな、この臭みはどんこだな。はい、と、次はあなたよ、あなたを食べてもいいかい。目粒だ、いいかい、いいかい。あ、エビちゃんね、まずがってほら、エビ三昧も頼んずまった。あらら、こりゃ毎回エビ戻すのや。
こちらのね、誠二郎さんの寿司だ本店ね、あんず羽田が良くてね、運命で言えばエビっ子もみんなねプリプリっとして、マグロもね生で、お肉でいられね、これこれ、たまんねえがほね。まあ何はともあれね、今日一番のご褒美はこれだが、大トロちゃん、何がハハハハだ、オーデーがねごとべり喋ってね、わかんねえ、まだまだいきますよ。はい、これはね、誠二郎さんといえばネギトロちゃん、これはね2貫で190円の消費税だったかな。やっぱりね、誠二郎さんの代名詞だものね、誠二郎さんといえばネギトロちゃん、本マグロ入りだが、この本マグロの赤身もたまんねえ。こっちはオラの大好物炙り縁側4つも食ったで言えば、よく入ったパンパンだけどね。はい、締めはまだ大トロ、甘エビ、イクラの軍艦頼んずまったい。俺のね、胃袋のポテンシャルと高さと、誠二郎さんの新鮮さが伝わったかな。んだ、この辺で、こっちゃんでした。まだ来まーす。きっと君は来ない。一人きりのクリスマスイブ、サイレンナイト、オーイエー、フォーリンナイト、ってか、メリークリスマス、バイバイ。